テイネ石とは、鉱物の一種。化学組成は、CU2H2O。結晶系は、斜方象系。テイネ石は、銅のアテルル酸塩鉱物である。テイネ石は、銅イオンに由来する綺麗な青色を特徴としており、さらに稀な元素であるテルルを含んでいるため人気が、高い。主に針状結晶の集合体として算出するが、明確な結晶にならない場合は、薄い青色の、 皮膜として産出する。主に、テルルと銅を含む鉱物の酸化による二次鉱物としての生成が多い。原産地のテイネ鉱山では、アン四面銅鉱と自然テルルの酸化によって生成される。同じく稀なテルルの鉱物であるマックアルパイニー氏を伴う場合がある。テイネ氏の分類されているアテルル酸塩鉱物は、全部で36種類しか存在せず、そのうち他の影イオンを含まず、 結晶水を含む地は6種類しかない。禁煙種として、テルルをセレンで痴漢したカルコメン石に H2O がある。テイネ石は1939年に北海道のテイネ鉱山で吉村豊文により発見された新鉱物である。名前は原産地にちなむ。発見は古く、1922年の石川石、1934年の 轟石に次いで三番目に古い日本産新鉱物である。発見者の吉村と文は本鉱物研究の業績により1973年桜井記念会から桜井賞を受賞した。なお、産地の一つである和歌山県の山崎百山松本鉱山は百山紀賞鉱物産出鉱味として地質鉱物の天然記念物に指定されているが、 その指定理由の一つに、丁寧市の算出がある。ABCD、丁寧てマインナットハット ABCD、丁寧てミネラルデータミンララジーデータベース、ハット ABC 松原聡、フィールドベスト図鑑ボリューム15日本の鉱物株式、会社学習研究者、2006年。ISBN4 から05から402013から。 ab 和歌山県ホームページ m c a l p i n e i t e m i n d a t o r g h ッ t にケルストランズオックスイズクラシファケーションミンララジーデータベースありがとうございます